体的なもいろいろあるんですけれども、まあ、一つは今の文在寅政権による韓国の経済政策、まあ、一つは韓国の経済を半分、まあ、資本主義ではなくて社会主義経済システムへ移行させようとしているんですね。実はその資本主義の経済が韓国では、まあ、大失敗じゃないんですけれども、副作用が極めて大きいというようなことなんです、まあ、一つは貧富の格差が激しくなってしまったということはね、まあ、これは左翼政権だけじゃなくても、まあ、これはもうずっと前から言われていたわけなんですね。それで、まあ、これだけ副作用が起きていると、これはどうにもならなかったんですよ。一部の企業だけが莫大な富を手に握っていると、で貧困な人たちはなかなかね、いくら頑張ってもなかなかうまくいかないというようなことが、実に社会的に大変な副作用、まあ、このような問題はついに社会倫理崩壊までつながっていくということなんですね。それはついに家庭の環境まで大きく変わってしまっているわけなんですね、まあ、かつては儒教社会ですから、例えば、まあ、親を大事にして、まあ、どれだけ貧困であろうとも何であろうとも年取った親は子供が面倒見るという、そのような倫理があったんですね。だからそれですら最近はですね、もうできなくなってしまう。で若い人たちはもう自分は親面倒見たくないというような、まあ、そのようなアンケート調査から見ると、まあ、かつてはといっても、まあ、20年ぐらい前は、まあ、70% 以上の人は当たり前だと、子供が親を面倒見るということをね、知っていたんですけれども、最近の、まあ、そのアンケート調査から見ると30数%だったんでしょうかね、しか親を面倒 見たくないという、見たい人たち そのパーセンテージがかなり低くなっているということなんですね。まあ、それには、まあ、韓国経済が今大変だということだし、例えば子ども自身もなかなか就職ができないわけですね。今ね、大学卒業しても、いい大学卒業しても今就職が大変なんですよ。その就職できないその子どもをですね、就職できるまで親が面倒見なければならないということなんですね。例えば50代の人たちは自分の子供を、まあ、就職できなくても面倒見るというようなことになっていると。でそして、まあ、50代の人は自分の親をもう面倒見るというような価値観はそこにあるんですけれども、まあ、そういうことで今50代40代50代というのは大変な状況に置かれているんですけれども、若者はまずなかなか就職ができない状況が続いていると。じゃあ就職できたとしても、じゃあ50代はどうするかというと、まあ、本当は60歳とかで定年なんですけれども、この定年が大体55歳よくて55歳なんですね。で50過ぎたら大体定年にまあ、せざるをえないような状況になっていくということなんですね。で仕事をできる時間というのはもう少し短くなっていくわけなんですね。そうなっていくと、もう年老いた親を面倒見ることがなかなかできなくなっていくんですね。それで年寄りに対する対策というのは国の政策というものは一番遅れているんです。伝統的に儒教社会ですから、子どもが親を面倒見るという価値観が根強くなっているので、年金制度というのはもう極めて遅かったんですね。だから追いつかない、だからもうこれができないわけですね。そうすると、まあ、年寄り、というのはどうにもならないですよ。今まで自分の老後のための準備する余裕がありませんでしたね。で日本の場合は子どもを大学まで卒業させればもういいでしょ。その後は自分で就職するわけですね。就職して自分で結婚資金は日本ではどうするんですか。日本ではどうする、結婚資金は親が出すんですか。あ
出すか、今はい出したり出さなかった、まあ、人によると思いますけど出したり出さなかったりとかする結構出してると思います。韓国は結婚式券というのは 親が出すんですね。でそれだけでなくて親は子供に家まで買ってあげるということになりますから、だそうなると親は自分のための老後の準備ができないわけですね。まあ、こうなっていって今日本と同じく100歳時代だということが言われるようになりました。で結局は定年後の方が長く生きるわけなんですね。ところがこの経済問題大変な問題となってこの年寄りの貧困層が極めて今問題となっているんです。でそうするともう定年後再就職しようとしてもなかなかできない、若者もできないのになかなかできない状態にが続くというようなことで、まあ、問題は家庭問題からしてみればこれは社会問題となっているんですけれども、年寄りの自殺率多いしている中でトップになってしまっているんですね。儒教社会、自殺というものは最悪のものだったわけですね。だからしちゃいけないという価値観から、まあ、最近はこの年寄りの自殺も、もう OECD の中でトップになってしまうくらい、まあ、大変な今、これ社会問題、家庭問題がつまり社会問題になっていく、まあ、一つ のものなんですね。これは一体何なのかなということで、たくさん問題がいろいろあるんですが、家庭問題いろいろ言うと、社会問題言うともう切り替わりませんけれども、このような問題が全部今度は国民の不満になっていたわけですね。これは資本主義の、行き過ぎた資本主義の副作用ではないかということになっていて、だったらこの資本主義をおかしくなってしまった、この副作用を正してくれる政治家ということで、特に若者たちから、支持を受けたわけなんですね。それでムンジェイン大統領が政権が誕生しました。そしてムン大統領は中国的な経済システムを、まあ、導入しようとして、まあまあ、そのような考え方を持っているんですね。まあ、新北朝鮮であることはもう言うまでもありませんけれども、まあ、かといって北朝鮮のような国になろうとしているわけじゃないんですが、とにかく中国型経済システムというようなことにしようとして、そうするにはどうしたらいいのかというと、この貧富の格差をなくすためにとにかくもう法人税を上げようということでね、法人税をものすごく上げてしまってるんですね。今 25% まで上げてしまっていると。そして最低賃金を上げてしまったんですね。でそうすると最低賃金を上げるというのは、例えば日本で言えば時給700円だったのを1000円に上げたということなんですね。そうすると若者からはこれ嬉しい声でしょ、ね、それで、まあ、それで支持率はずっと上がるわけですよ、若者たちからしてみればね。ところが結果どうなっているのかというと、中小企業は次々と潰れていくんですね。今まで100人従業員だったのをもうやってられない、でも50人に減らすとか、小さな自営業というのはもうやっていられないですね。次々ともう潰れていくというような現象が起きるわけです。そして就職口をもっと作るはずだったものがもう就職どころかどんどん失業率が増えてしまっている結果になっているんですね。それで公務員ばっかり今増やしているんです。公務員はねもう本当にいらない職まで公務員を作って、まあ、そうやって公務員ばっかり増やしていくという、このことは何を意味しているかというと社会主義化へどんどん行っているということなんですね。まあ、このようなことをトータルにして何が今韓国で起きているのか、この経済をさらに悪化させてしまっているのかということなんですね。一つは経済力のある人たちにはもうこの国にもう住めない、住みたくないということで今外国へ移民、これものすごい増えてるんですよ。もともと移民というのは貧困な国から出稼ぎに行くんですね。
韓国もかつて、まあ、朝鮮戦争あと、まあ、大変だったので、そしてアメリカ移民政策があって、それで韓国から大量に人たちが移民とか、まあ、そこに出かけていきました。それで、まあ、ある程度この経済成長になった時は、まあ、かなり減っていくわけですね、移民ということがね。ところが今文政権になって急激に今移民が増えているんですね。だからその理由は、まあ、とにかく韓国 の、まあ、その経済人、つまり富を、つまり金持ちをいじめてるから、もうそこにいじめられてるということなんですね。まあ、それはいじめられるというのはさまざまな形でですね、今税金を、この税金もすごいですね、税金を上げる、そして所得税がものすごく高いというようなことなどなどが今あって、それで次々と移民、アメリカ、カナダ、そしてオーストラリア、そしてニュージーランドなどへ移民が今増えてるんですけれども、例えばね、まあ、このようなデータが私もこの新聞の記事から見ているんですね。2016年は455名が移民いたと、まあ、この時はまだ幕内政権なんですね。ところが今文在寅政権になって2018年だから、これは初めてですから2017年のデータなんですが、これいきなり1年ぶりに 3.2 倍に増えて1458名が移民をいたと。ところが去年いったデータが最近、まあ、今年になって初めて出たのが約2200名が移民をいてると。これはね、大変な数ですよ。しかもお金ある人たちが投資移民をしていくわけですね。しかも力ある人たちが出てるんですよ。技術者、まあ、お医者さんとかですね、ものすごくこう影響力のある人たちが、もうこの国は嫌よと、しかも今の最悪政権というのは嫌よというような感じで出かけてしまっていると。それと企業のですら本社を海外に移そうと今動きが活発になっているんですね。サムスンとかですね、まあ、彼ら、まあ、いろんな会社がもう外へ、もう海外本社まで移したいというような動きに今なっているらしいんですね。まあ、こうやって韓国には未来がないんだというような形になっていく。まあそれで今韓国の経済専門家たちの話なども、毎日私はその情報を収集しているんですけれども、まあ今年か来年中に韓国はね、大変なことになるんだと、もう経済的に大きく潰れてしまうんだというような、もうみんなそのような言い方ばっかりなんですね。 IMF の時は外貨不足していたわけなんですね。そのために外貨は、まあ、取っておいてるんですよ。確保しておいてるから、まあ、外貨不足にはなることはあんまないでしょうけれども、まあ、どのような形で崩壊していくのかということは、私は経済専門ではないんですが分かりませんけれども、まあ、とにかく今のムードとかその大変さというのは、まあ、IMF 直後の時と なんか似たような感じだというような言い方をされているわけなんですね。じゃあそれと、若者たちはいい大学出てもなかなか就職できません。しかもね、韓国はもう競争激しいでしょ。その大学ね、一流大学に行きたくてもう勉強して一流大学出た。じゃあところが一流大学行ったからとか言って、じゃあ就職なかなかできないわけですね。それで今就職地獄と言われている韓国から就職天国へ、すごい今度はね、出稼ぎ移民と言ったらおかしいでしょうか、出稼ぎが今活発に行われてるんですね。天国どこでしょうか、世の中で日本、天国ですね。就職天国って韓国で使われてるんですよ。もう本当の天国は使わないけど、就職天国、日本を目指してということなんですね。それで特に IT 関係の仕事、日本ではね、人手不足でしょ今。だから特に IT 関係は韓国人はね結構優秀だということで、
まあ、日本の企業がね韓国に行くのか、あるいはそれをセミナーを行うあの、まあ、業者がいるわけですね。殺到してるんですよ。ジャパン行きですよ。もう新しいジャパン行き、日本目指して行こうって言って、もう殺到していく。あの去年までは日本語ある程度できた人に限られてたんですけれども、今やね日本語できなくてもいいよっていう感じみたいですよ。それぐらい日本の企業はね韓国の若者を雇いたいということなんですね。大体日本に特に IT 関係の人は、まあ、日本語そんなにしなくてもですね、まあ、いいということも一つあるんですね。それと韓国語と日本語って語順が似ています。同じなので外国語として一番勉強しやすい、覚えやすいということもあるんですね。で1年ぐらい日本にいると、まあ、日常会話ある程度は他の国の人に比べてはるかにしやすい言語でもあるので、だから日本語できなくてもいいよということになっていて、それでセミナーに殺到していくと。それで日本へ、まあ、これもすごいですよ。もう去年で2万人ももう超えているし、今年になって今ものすごい今増えているんですね。確かなデータは私はちょっと持っていませんけれども、それで日本へ行くと韓国ではまあ就職もできなくて、それして行った人が日本に行けばですよ、韓国でまあ普通の人、普通の中間くらいのレベルの人であっても日本に行けばね優秀な人材と扱われるんだということで、だから日本へ目指せということなんですね。まあ就職できれば韓国と給料の差はそんなにないけれども、でもね日本に行くといい教育を受けられるんだということで、しかも日本で企業に入るとね、まず教育機関っていうのあるでしょ。それでね徹底的に教育受けられる。韓国はねあんまりその社員教育に力入れないんですね。なぜかというとね、教育しても勤続年数というのは短いですから、もう自分だけそれを身につけるともう会社辞めていきますからね、次々と移ります。ちなみに韓国は履歴書にたくさん書いた方が評価上がるんですね。私はこんな経験持って、あんな経験持ってということね、あらゆることをね、こんなに映ってるよということをね、自慢げに書くんですね。まあ、自慢げというか、それが評価されるからなんですね。ところが日本ではね、怪しい人と思われるでしょ。あんまりあれこれね、もう何度も会社変えるとね、あんまり信用できないんですけれども。だから、韓国は社員教育に力入れません。せっかく力入れてお金投資してね、教育しておいたのに、まあ、3、4年くらいでどこかに行っちゃうわけなんですね。ところが日本はね、まあ、昔から、まあ、最近は結構ね変わったといっても、まあ、そのような価値観というのは根強くあるわけですね。終身雇用ですから、会社に入ればもうこの家族ですよね。家族ですから、この社員を徹底的に教育をするという伝統があります。まあ、最近は少なくなっているとは言ってもそれでもね基礎教育はするわけですね。そうすると韓国で若者たちの中で今流行っている言葉はね、いや日本に行くとね徹底的に教育を受けられるんだってね、まあ、でもここまでそこまではしなくてもいいような教育まで受けられる、受けるんだよと。例えば何かというとね、名刺交換の仕方、ここまで教えられるんだってね。そんなことはね、大人であれば誰も分かるし、子供扱いされてる感じがしてちょっと嫌な感じがするけれども、そこまで徹底的にね、名刺交換ね、どのようにするのかというね、まあ確かそうするでしょ。名刺交換ってね、ものすごく大事ですよね。だ名刺というのはね、ただ交換すればいいじゃないかというのに、そんなものじゃないでしょ。名刺交換というのが大事なんですね。そこまで徹底的に教えられるからというようなことまで言われる。それくらい日本は教育、社員教育を徹底的にするから、それを受けることもできるんだよというようなことなんですね。それともう一つは、ただただその日本に行って就職するだけじゃなくて、日本に行った際にね、もう日本に住みたいと、もう帰化したいとような今動きも活発に行われているわけなんです。これだけ韓国では就職もできないので、まあ、日本の韓国の、まあ、
外務省じゃない、あの大使館とかではですね、外交官たちは直接自分たちがですね、日本の経済団体を歩きながら就職支援をしてるわけですよ。うちの韓国人お願いしますよということが言ってるわけでしょ。まあ、日本人もね、雇いたいわけですね。じゃ話は元に戻しますが、この矛盾いかがですか。これだけ日本で働きたい、そして働くためにたくさんの人たちが日本を目指して今行っています。そこに日本の企業をいじめるわけですよね。裁判かけられたりとかね。こうなったら日本の企業はどうなると思いますか。今は韓国人が日本の企業で働きたくと言って入ってきているのに、もしかしたらこれ時間が経ってですよ、誰かが一人会社の中で問題があって裁判とかかけられたりとかしますと、これは大ニュースになるわけでしょ。すると今度はまだこれが反日感情につながっていく可能性もあるわけですね。それを懸念してるんですよ、日本の企業の方たちはね。それすごく心配してるんですよ。これでいいのか。私もうちの会社もね、雇いたいんだけど、今最近韓国で今起きているこの裁判、徴用工問題で裁判とか反日など見るとね、まあそれで心配でなりませんというの声をいっぱい聞きますね。というようなことで、本当に効率よく考えて韓国のために、韓国の経済を本当に考えているならば、まあ、このようなことをやめた方がいいと思いますけれども、今の左翼政権はやめません。そして何をしているのかというと、新北朝鮮なんですね。そして新北朝鮮になっていけばいくほど反日感情と深く結びつきます。